新モッド、始めます。ということで今回から高難易度モッド、アークパラドスをやっていくわよ。高難易度モッドっていうのはバニラの生物では到底太刀打ちできない、強力な生物たちが追加されるモッドのことだな。高難易度系は昔に一度やったことあるけど、生声時代のやつだからいずれ消すかもだから、私たちでやる初めての高難易度モッドになるわね。頑張りましょう。最初だしまずは軽く周りを見てきますか。ちなみにやってくマップはラグナロクよ。火山や雪山、砂漠といろいろバイオームが揃ってるバランスのいいマップだな。早速変な羊見つけたわ。ほんとだ。横には変なアロサウルスがいるわ。このままだと羊を襲いそうだな。襲われてるわね。羊逃げないわね。この青いアロサウルスの能力か？羊も意外と耐えてるな。羊やられたな。まあとりあえず私たちもやられますか。フローズンアロサウルスっていうらしいわ。レベル限界突破してないか。もともと最大レベルは150なんだけど600までに変更したわ。じゃあもともと強強な生物がさらに強くなってるわけか。変なクテラ発見。目が死んでるわ。名前これなんて読むのかしら。ウィキッドって読むみたいだぞ。邪悪って意味らしい。邪悪の割に全然襲ったりしてこないわね。あ、幸先のいいスタートね。そうだね。さっきのでマップでいた消えたからフローズンアロは消えたけどまた違うアロが湧いてるわね。なんかすっげーかっこいいわ。ガーディアンアロサウルスだって。守護者ってこと。名前も見た目もかっこよくていいわね。あら、カルカロじゃない。これは普通のカルカロっぽいな。カルカロもしっかりレベル限界突破してるな。ただこの世界ではカルカロさえ通用するかわからないわね。お、ジャグバグじゃん。あ、これまた死んだな。何もしてこないな。普通に温厚だったわね。名前はパラドスソウルバグだってさ。何かもっとアイテム取れそうじゃないか。水飲みました。そこはバニラと一緒なんかい。なんか手を後ろに組んで威厳のあるポーズしてくるんですが、無駄に圧があるな。あれは、ペガサスだー。興奮しすぎ。だってペガサスよ。うわーいいわね。欲しいわ。仲間にしたいわ。名前はフレーミング？ペガサスで。フレーミングは燃えるようなという意味らしい。火属性ってことかしら。どうなんだろうな。普通に逃げるのね。さっきのタペヤラといい反応はバニラ純種みたいだな。テックトリケもいたわ。この世界だとテックじゃなくメカって名前なんだな。今度は別種類のトリケがいたわ。ネオリスク？は新石器時代って意味らしい。つまり新石器時代トリケってこと？呼びづらいな。新石器プテラもいたよ。呼び方の順応が早い。ふむ、なるほど。この世界の種族はこういう感じなんだな。つまり他にもウィキッド種やガーディアン種の別生物もいるって感じか。他にどんな生物いるか楽しみね。お前は楽観的だな。なんか近づいてくる堂々いるんだけど。名前がファイアクラッカーで、意味は爆竹らしい。じゃあ今爆竹がこっちに来てるってこと？そうだな。逃げさせていただきます。色鮮やかなプテラね。パラドスプテラノドンだってさ。モッドと同じ名前の種族とか絶対強いじゃない。ちなみにパラドスの意味はよくわかんなかったぜ。一番わかんなきゃいけない部分でしょ。お、初めにやられてたあの羊じゃん。ウィキッド種だったんだな。手渡しテイムだけど野菜ケーキはないからしばらくテイムは無理そうね。ノクテス、また新種ね。お前攻撃技あるんかい。一部改良はされてるようだな。でっけいバルブドッグがいるわ。こいつもノクティスか。しかも最高レベルだな。欲しい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 。幸い近くに危険な生物はいないっぽいし、準備できたら仲間にしましょうね。はい。うお、レジェンダリートリケだって。伝説の種族か。かなり強そうだな。金ピカですごく綺麗だ。さて見回りもこれくらいにしてとりあえず生活基盤整えていきますか。なんかいろいろ追加されててよくわかんないわね。翻訳しながら理解するしかないな。とりあえずこのパラドスピッケル塔の作ってみるわ。使い勝手は普通のと一緒ね。翻訳的に耐久値がないのが特徴みたいだ。へえ、序盤ではありがたいわね。
なんか変な槍持ってるけどなんだそれ。これはポイズンランスよ。ポイズンって書いてるから麻酔の槍だと思って使ってるけどその通りっぽいわ。耐久値もおそらくないからとりあえずこれで皮を稼いでくわ。カルカロがムカデ襲ってるな。ここにムカデが湧くの珍しいわね。なんか手に入ったぞ。ほんとだ、なにこれ。誰かがやられたから手に入ったっぽいな。さっきのムカデがやられたからゲットしたってこと？かもしれん。フローズンペガサスかわいいね。バレるなよバレるなよ。何してるんだ？静かに。あったわ水晶よ。水晶取りに来てたのか。スパイグラス作るのに必要だからね。それじゃあスパイグラス作りましてー。おかしいなぁ、EPC にしたからそう簡単に落ちないはずなんだけど。あれはダイヤウルフ、どうしてここに、さっきはいなかったのに。あれでも襲ってこないな。この距離なら敵対しそうなもんだが。なんか知らんがラッキー。水晶取ってさっさとずらかるわよ。あのダイヤウルフって私テイムなんだけど。だからさっき襲ってこなかったんだな。さっきの丘にも340レベルいたし仲間にしますか。やったー、初めての仲間よ。よかったな。早速騎乗。ってあれ？サドル？サドル必要なの？この世界だとダイヤウルフにもサドルがあるみたいだな。これね、なんでアイコンがドエディサドルなんだ。他はアロサウルスサドルの画像なのにな。というかいろんなダイヤウルフがいるのね。がっつりネタバレされたな。とりあえず火力見てきましょ。つっよ。3000ダメージ出してたな。これが高難易度モッドの生物の力なのね。ステータス見忘れてたけど体力とか普通に3万超えてるわ。ちなみにこのバルブちゃんのステータスは1K が1000だから10万だと。ブサカワガオでなかなかいいステータスしてるな。ウルフの横に並んだな。くっ、かわいいじゃねえか。ますます仲間にしたくなったわ。ちょっと待ってくれ。このウィキッド羊の手渡し餌、普通にベリーでいけるじゃない。ほんとだな、羊だから野菜ケーキかと思ったがそこは違ってるみたいだ。お前も乗るのにサドルいるんかーい。サドルの素材は、インゴット100個、重いわね。あとこのウィキッドソウルって何かしら。実は一度手に入れてるんだぜ。どこで？こちらをご覧ください。今は亡きフローズンアロサウルスがウィキッド羊倒したところね。あ、手に入れてるわ。つまり生物を倒すとその種族のソウルが手に入るっぽいな。じゃあこのサドルを作るにはウィキッド種を狩らないといけないのね。一応フローズンアロサウルスの時みたいに野生同士での喧嘩でもおこぼれでゲットできるな。その手は便利そうね。はや。この羊、強い。見た目に反してダメージでかすぎだろ。ウルフとそんなレベル違わないのに、ウィキッド種の力かな。頼もしい戦力が増えたな。ギガノトがいるわね。レベル上限突破しても体力8万から変わらないんだな。やるか。やめとけ。いけー。どうなっても知らんぞ。あ、やべ、ウルフ命令無視にしてたわ。命令を聞くようにして。羊飛んでったぞ。え？や。やべー。言わんこっちゃない。羊はおそらく大丈夫だと思うけど無抵抗のウルフちゃんがまずい。みんな無事か。なんか逃げてないか？よくわからんがラッキー。みんな無事でよかった。どうなることかと思ったな。なんかギガノトの気絶値めちゃ溜まってるわ。ほんとだ。もしかしたら羊がやったのかもな。それはありそうね。でもあの一瞬であんだけの気絶値溜めるってひょっとしてヤバいやつか？ステータス見るの忘れてたけど体力26万もあるのね。ウィキッド種って結構くらいの高い種族なのかもな。まあとりあえず犠牲者が出なくてよかったな。これに懲りたらむやみに戦わないように。はい、肝に銘じます。いけー。どうしようもないなこいつ。だって本当に気絶値を貯めるやつなのか知りたいのよ。一撃でめっちゃ溜まってますな。下にウィキッドベノムって書いてるからウィキッド種は昏睡能力持ちみたいだな。すごい有能じゃない。もしかして私たち、序盤にとんでもない生物を仲間にしてしまったのかもしれないわね。かもしれないな。
ということで今日はここまでにしときますか。いろんな生物がいたな。そうね、見たことないいろんな種族がいて楽しかったわ。ここからさらにどんな生物に出会えるか楽しみね。ひとまず次回までに軽く生活基盤を整えていこうと思います。早くこの2匹にも帰城したいしな。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。